モルモントレールは1846年から1868年に末日聖徒イエス・キリスト教会の信徒が通った総延長1300マイルの道である。今日、モルモントレールはモルモン開拓者国立歴史トレールとして国立トレールシステムの一部になっている。モルモントレールは1839年から1846年まで末日聖徒 イエス・キリスト教会の主要開拓地だったアイリノイ州、ノーブーから、ブリガム・ヤングと、その追随者たちが1847年をはじめとして移り住んだ、ユタ州ソルトレイクシティまで続いている。アイオワ州カウンシルブラフスから、ワイオミング州、ブリッジャートリデまでは、オレゴントレールやカリフォルニアトレールとほぼ同じ経路をたどっており、これらの道は、集合的に移民の道と呼ばれている。 モルモン開拓者の移動は、この教派が隣人との紛争に直面した1846年に、指導者ヤングがノーブルを捨てて、グレートベースに新しい教会の本拠を設立することを決めた時に、始まった。この年、ヤングの追随者たちは、アイオワ州を横切った。途中である者たちは、開拓地を作るよう割り当てられ、後の移民のために作物を植えて収穫した。 1846年から1847年の冬、移民たちはアイオワ州やその近くの州、さらには後にネブラスカ州となるまだ組織化されていなかった領土で冬を過ごした。最も大きな集団はネブラスカのウィンタークウォーターズで過ごした。1847年春、ヤングは先行隊を率いて、当時はアメリカ合衆国の領土外で後にユタ州となった。 ソルトレークバレーに向かった。この最初の年の移民たちは大半が元のオブの住人であり、ヤングに従ってユタまで同行した。後に、この移民たちは次第にイギリス諸島やヨーロッパ大陸からの回収者を包含していった。モルモントレールは1869年に最初の大陸横断鉄道が完成するまで20年以上に渡って使われた。 その移民の中には1856年から1860年にかけてのモルモンテオシ社開拓社隊がいた。ジェームズ・ G ・ウィリーとエドワード・マーティンに率いられたテオシ社隊の二つは出発が遅かったためにワイオミングで激しい暴風雪に遭うという惨事を経験した。末日聖徒イエス・キリスト教会はジョセフ・スミス・ジュニアの指導のもとに 1830年から1844年の間に合衆国中にいくつかの地域社会を設立し、その中でも著名だったのがオハイオ州、カートランド、ミズーリ州インデペンデンス及びイリノイ州のオブーだった。しかし教会は内部の不一致や他の開拓者との紛争のためにそれらの開拓地から追い出された。教会は最終的に1846年にオブーも、 捨てざるを得なくなった。1844年に、スミスが死んだ後で、教会はいくつかの会派に分裂したが、多くの信徒は、ブリガム・ヤングとその末日性と、イエス・キリスト教会に加わった。ヤングの指導のもとに、ノーブルーにいた約1万4000人の教徒が、西部で新しい住処を見つけるために出発した。詳細は、モルモン開拓者を参照、スミスの死後、 ヤングは十二使徒定委員会の上級使徒と、後には教会の大幹庁つ予言者になった。ヤングはこの時、正確にどこへ行くかとか、どこまで行けば終わりになるかという子も分かっておらずに、はるか西部に教徒たちを率いていく必要があった。ヤングは誰も住むことを望まないような一つの場所に、モルモン教徒が入職すべきであり、孤立したグレートベースンは教会に、 多くの利点を提供してくれると主張した。ヤングは、グレートソルトレイクバレーやグレートベースンに関する情報を調べ、マウンテンマンや罠漁師たちに相談し、その地域に詳しいイエズス会宣教師、ピエールジャンデスメイトも会談した。ロッキー山脈を越える道を開発するために、先行隊を組織し、道の状況を評価し、水源を見つけ、 グレートベースンで集合する場所を選択させることとした。プラット川やノースプラット川に沿ったルートは、すでにその南岸にあったオレゴントレールを使う旅人との牧草圏、水の利用及び宿営地などに関して起こりそうなトラブルを避けるために、北岸の新しいルートが選定された。1845年10月のクイーンシー会議で、モルモン京都が1846年5月までに、 ノーブーを明け渡すよう要,要求する決議が可決されていた。その数日後の監視次会議で、モルモン教徒が5月の日元を守らなかった場合に、退去を強制するための民兵隊の設立が要求された。モルモン教徒はこの日元を守り、クレートベース運営へ向けて早期に出発するために1846年2月にノーブーを出発し始めた。ノーブーからの出発は、 ヤングの指導下で2月4日に始まった。この早期の出発のために冬の一番寒い時の条件にさらされることになった。ミシシッピ川を渡った後、アイオワ巡州を横切る時は原始的な領土内道路やインディアンの使う道をたどった。ヤングは当初約300人の急行隊を率いて1846年の夏の間にグレートベースンまで行く計画だった。当初は アイオワを抜けてミズーリガに着くのに4週間、ないし6週間かかると思っていた。しかし、実際にアイオワを抜けるだけで雨やぬかるみ、膨れ上がった川及び乏しい準備のために遅れ、計画したよりも3倍、近い16週間を要した。激しい雨のために、アイオワ南部のうねぎのある平原は、車軸の深さもあるぬかるみに変わった。さらに旅に、 十分な食料を持ってきた人も少なかった。この天候と全体的な準備の足りなさ、さらにこのような大集団で移動する経験がなかったことですべてが耐えしのばねばならない困難さになった。最初の集団は6月14日に水売り川に到着した。その季節の残りでグレートベースンにたどり着くことはできないのが明白だったので、水売り川近くで冬を越すことにした。 移民のある者たちは、ミズーリ川のアイオワ州側のケインズビルと呼ばれる開拓地を作った。その他の者たちは川を渡り、今日のネブラスカ州オマハの地域に入り、ウィンタークウォーターズと呼ぶ冬季宿営地を作った。1847年4月、先行隊に選ばれたメンバーが集まり、最後の物資が詰められ、この集団は14個中隊に編成された。 民兵隊と夜景が形成された。先行隊は143名で構成され、その中には3人の黒人と十二支徒定委員会の中から8人が含まれ、さらに3人の女性と2人の子供もいた。隊列は73両の荷車と駅畜、家畜となり、この集団の1年分の物資が積まれた。4月5日、荷車隊はウィンタークウォーターズから、 グレートベースンに向けて出発した。ウィンタークォーターズからララミートリデまで6週間かかり、6月1日にトリデに到着した。ララミートリデにいる間にモルモン大隊のメンバーが交流した。彼らはミシシッピ州から来た者たちであり、病気のためにタイを離れてコロラドのプエブロで冬を過ごしていた。ここで大きくなった。 先言隊はすでに確立されていたオレゴントレールを通ってブリッジアートリデの交易基地に向かった。ヤングは6月28日にジム・ブリッジアートであった。二人はソルトレークバレーに入る経路を検討しグレートベースウンの山岳が多い渓谷で発展し得る開拓地の実現可能性を話し合った。先言隊はサウスパスを通過し、イカダでグリーン川を渡り、 7月7日にブリチャー、鳥デに到着した。これと同じ頃、モルモン大隊の病気になっていた文献隊12名がさらに合流した。それから、先の岩の多く障害だらけの道に直面したヤングは、前年にドナーリード隊がカリフォルニアに行った時に、使った道をたどることにした。先遣隊は、岩の多い山道を抜けるために隊を3つに分けた。 ヤングとその他何人かの隊員は森林谷が媒介する一般に山岳熱と呼ばれる熱病にかかっていた。病人の小さな隊が大きな集団の後に遅れてついていき、石膏隊が作られて指定された経路を先行することになった。ヤングが、これがまさにその場所だ。進もうといった場所に立つ記念碑からソルトレークバレーを望む石膏のエラストゥススノート。 オーソン・プラットが7月21日にソルトレークバレーに入った。7月23日、プラットは神に土地を捧げる祈りを提案した。土地が切り開かれ、灌漑用の溝が掘られ、ジャガイモと株がまず畑に植えられた。7月24日、ヤングは友人のウィルフォード・ウッドラフが魚する病人用に車から警告を初めて見た。ウッドラフによれば、ヤングは 警告の様子に満足の意を表し、これがまさにその場所だ。進もうと宣言した。1847年8月、ヤングと先遣隊の選ばれたメンバーがウィンター・クォーターズに戻り、翌年に予定される移動隊を編成した。1847年12月までに2000人以上のモルモン教徒がソルトレークバレー、さらにはメキシコ領への旅を完了した。 耕されていなかった土地で工作することは当初難しく乾燥した大地をすこうとすると隙が壊れた。灌漑システムが考案されてすく前に土地を水浸しにし、そのシステムは一年中補助的な水分を供給した。ソルトレーク式の都市計画が作られ、そこを教会の本部に指定した。懸命な労働で繁栄する地域社会が生まれた。この新しい開拓地では、 娯楽も重要であり、最初の公共建築物は劇場になった。しかし、アメリカ合衆国が間もなく追いついてきて、メキシコとの戦争が終わった後の1848年にモルモン教徒が入植した土地はアメリカ合衆国の一部になった。モルモン教徒の移民が続いた各年で、人々は中隊に編成され、各中隊はその指導者の名前を付け、 さらに10人から50人の小集団に分けられた。京都は皇帝を2つに分け、先見隊が開発した道を旅した。最初の皇帝は、ノーブーに始まり、今日のネブラスカ州オマハに近いウィンタークウォーターズで終わった。旅の残りは後に、ネブラスカ州とワイオミング州となった地域を抜けて、現在のユタ州にあるソルトレークバレーで終わるものだった。 初期の集団はホロをつけた荷車を牛に引かせ、物資を積んで産業を進んだ。後期の集団は手押し車を使い、徒歩で進んだ。1849年までにアイオワ州やミズーリ州に残っていたモルモン教徒は貧乏であり、旅に必要とされる荷車や薬獣それに物資を買う余裕がなかった。末日聖徒イエスキリスト教会は無期限移民基金と呼ばれる。 回転資金を設立し、貧しい者が移住できるようにした。1852年までに移民を希望したノーブーからのモルモン教徒は、大半がそれを成し遂げ、教会はアイオアの開拓地を放棄した。しかし、東部州やヨーロッパからの教会員がユタに向かい続け、無期限移民基金に助けられることが多かった。1856年、 貧しいヨーロッパからの移民が安価に旅することを可能にするために、テオシ車中隊という仕組みを指導させた。テオシ車は二輪の荷車で、薬獣の代わりに人間が引いていくものであり、1856年から1860年まで。これはヨーロッパからの回収者をソルトレークシティまでより、早くより容易にまたより安く連れてくる手段だと考えられた。 およそ3000人のモルモン京都が653両の手押し車と50両の物資荷車を使い、10個中隊に分かれてソルトレークシティへの道を進んだ。手押し車を使ったのは初めてのことではなかったが、それを代々的に使ったのはこの集団だけだった。手押し車は通りの清掃員が使っていた荷車を改装したものであり、ほとんど木材でできていた。一般に、 長さは6内市7フィート、幅は狭い荷車道に合うだけのもので、引っ張るか押して進めた。車には小さな箱が付けられ、その長さは3内市4フィート、深さは8インチだった。積み込む物資の重さは約500ポンドであり、その大半は旅の食料とわずかな個人の所有物だった。手押し車中隊のうち2体を除いて、 さしたるトラブルもなく、わずかに死者を出しただけでデコボコ道の旅を成功させた。しかし、ウィリー中隊とマーティン中隊と呼ばれた第4及び第5の中隊は大きなトラブルに遭遇した。この2個中隊は1856年7月にアイオワシティを出発したが、平原を横切る旅を始めるには大変遅すぎる時期だった。この2隊は現在のワイオミング州。 キャスパーの西で厳しい冬の気象に遭遇し、旅の残り期間深い雪と吹雪と戦って、道を続けた。食料は、間もなく枯渇した。ヤングはこれら中隊を連れてくるために救援隊を組織、したが、このニコ中隊にいた980人の移民のうち210人以上が、死んだ。手押し者中隊は1860年まで続いて、 成功し、伝統的な牛に引かせる荷車中隊も高い費用を出せる者たちの、1860年以降、教会は毎年春に荷車中隊を東に送り、夏の間にモルモン京都を連れてユタに戻ってくるようにした。最終的に1869年に最初の大陸横断鉄道が開通し、その後の移民は鉄道で旅することができ、 モルモン開拓者トレールの時代は終わりを告げた。一家に記すのは、初期のモルモン開拓者が立ち寄り、一時的な宿営所を設立しあるいは目印や落ち合う場所として使ったトレール沿いの主要地点である。これらの場所は、現在のアメリカ合衆国の地名で表してある。チムニーロックインデペンデ,ンデンスロックスウィートウォーター側の峡谷であるデビルズゲートエミグレーションキャニオン。 ありがとうございます。